新雪乃さん、成田凌さん、深川舞さん、若葉良也さん、そして今泉力也監督です。どうぞお入りください。お願いいたします。はい、今日は感謝披露試写会ということで、たくさんの方が楽しみにお待ちになっていたと思います。まずはですね、皆様からご自身の役どころとご挨拶をいただきたいと思います。岸さん、お願いいたします。今日主人公の山田照子を演じました岸由紀乃です。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて成田さん、お願いいたします。こんにちは、成田亮です。なんかいいですね、なんかほっこりした入り、いいですね。なんか短い間ですが、よろしくお願いします。お願いいたします。続いて深川さん、お願いします。はい、坂本陽子を演じました深川舞です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして若葉さん、お願いします。中原役を演じました若葉龍です。よろしくお願いします。お願いいたします。そして今泉監督、お願いします。はい、映画なんだを監督しました今泉力也です。本日は短い時間ですが、よろしくお願いします。お願いいたします。ではここからお話をたっぷりと伺っていきたいと思います。マスコミの皆様恐れ入りますが、ここからはフラッシュを使用しての撮影を、中止していただきたいと思います。後ほどフォトセッションを設けております。さあ、ということで、本作なんですけれども、東京国際映画祭ですでにコンペティション部門を出品されまして、もうたくさんの方から絶賛の声をいただいておりますし、私も実際マスコミ試写で拝見しましたが、本当に周りの方の反応がもうとにかく、コミカルなシーンでは笑いが大きい、そしてすすり泣く声も聞こえるという反応がとても良かったんですけれども、ご自身それぞれ映画を見てのご感想ってどのようなご感想をお持ちになってますか。岸さん、どうですか。脚本を読んだ時の感想でもいいです。脚本でもいいですし、映画を見た時でもいいですが。感想ってね、難しいよね。見る前っていうね。そうなんですよね。まあ、とにかく最初に試写を見た時はやっと完成したという嬉しい気持ちが最初にあったのと、あと脚本にはなかったモノローグが追加されていたり、またこう脚本で撮影中ではちょっとこうなると思わなかったみたいなシーンも結構編集で変わっているところもあって、こう私自身もすごい映画を一つ楽しんだなという感じがしました。成田さんもね、こう相手役を演じられてますけど。そうですね、僕は初めて見たの、編集室で見たんです。編集にこう行って、編集室行って、編集してるところでもう見てたんですね。編集室に行って音付けの時とか、なんか口出しして冗談です、口出しというか、完成前に編集してるところに見に行っていいって言われて、最後のこう仕上げの迷ってる音楽どこにつけようかとかいうのを成田さんの横でやってたんですなんかちょっと相談あるんだよねって聞かれてたんですけど、もう意思が固い人なので、ほぼ決まってる状態で僕は入ったらいいと思いますって言って、でそこで見たんですけど、単純に最近見た映画で一番面白いなと思いました。そうですか、ご自身でもやっぱり、なんか意外とあんまないんですけど、客観的に見れたというか、面白かったです。そうだったんですね。加賀さんはどうでした。私も結構客観的に見ることができたんですけど、やっぱり私が女だからか、てるちゃんにこう完全にして見てて、やっぱりもうどうしようもなく胸が苦しくなっちゃうようなシーンとかもたくさんあるんですけど、なんか逆にその正解とかがない分、難しく考えてたのをなんか見終わった後シンプルにしてくれるなんか作品でもあるなって感じました。ありがとうございます。若葉さんはいかがですか。このホームカミングスさんが曲をつける前のものを見たので、はい、これがついてどういう風に変化するかちょっと楽しみですけど、はい、以上です楽しみということでねございます。そうですね、さっき深川さんおっしゃってました、てるちゃんはこう苦しい恋愛をしているんですけれども、なんかこう湿り気がありながらも清々しさも感じさせるような、そんな女性に、見事なその絶妙なラインを演じられていたかなと思うんですけれども、その
てるちゃんとまほちゃんの関係性ってすごくこう微妙な感じだったと思うんですが、演じられてる時ってどんな感じだったんですか、お二人は。どうでした？そうですね、あのね、すごい若…間違えちゃった、何だろう、ごめんなさい絶対間違えちゃった、ごめんなさい、メモ一回回らない、なんか完全に今若葉って言ったら、うん、とはあの映画同じ映画に出たことあったんですけど、セリフを結婚してたこともあったんですよ、なんなら、ね、結婚してたんですけど、あのセリフを交わすことは初めてだったので、まあ、ちょっと不安もあってあの本読みさせていただいたりとかして、でも、ね、すごい本当に私はこの映画に入っているときは本当にてるちゃんがまもちゃんを思うように私が愛がなのにこう夢中になっていたので、すごい今思えばストイックになったなと思うんですけど、成田くんと楽しくおしゃべりとかして仲良くなっちゃったら、それが画面に出たら、てる子とまもちゃんってどこかこう通じ合ってない部分というか、お話ししてこう多少すれ違ってる部分ってあると思う、思う、あ、まだ見てない、ちょっとあるんだけど、そのくらい何も話せなくなっちゃった。いやでもこうね、取材とか一緒にやってる時にその距離を取ったって言ってたんですけど、僕めったくそういうことに気づかず、ガンガン喋りかけてたんですよ。それがだから、てるちゃんとももちゃん食い違ってるっていう。ね、食い違ってたんですね。でもなんかちゃんとこう、なんか岸井さんってどんな人だったんですかってすごい聞かれたんですけど、僕なんか本当になんかこう、てるちゃんだと思ってた部分もありつつ、だから変な人だと僕は今解釈しております。岸井さんのこと。変な人、てるちゃんですね、てるちゃんとして、まだ岸井さんのことをよく知らないっていう段階、私も成田くんのことよく知らないので、そうですね、知っていきます、行きましょうか、お願いします、今お願いしますですね。前も共演されてたのでね、でも距離の取り方はまあちょっと岸井さん的には気をつけて、気をつけていましたね、でももちろんあの大事な大事な共演者様なので、はい、コミュニケーションはもちろん取るけど、なんとなくこう深入りしないというか、本音の一二歩手前でこう止めておくというか、あんま知りすぎちゃったらなんかさ、あれかなと思ったんです、あの頃は。なんであのこれからもし映画なんだ撮影入りますってなったら、もしかしたら全然違ったアプローチの仕方だったかもしれないなと思います。あのさっき成田さんがてるちゃんだからちょっと変わってるっていうふうに言いましたけど、岸井さんご自身はそのてるちゃんに対してどんな思いを持って役作りをされてたんですか。一番初めに原作を読んだ時は、ああ私はてるちゃんとは違うなと思ったんですけど、それはっていうのはこう好きな人に向かっていくためにこう仕事をクビになったりとか、まあ、友達も全然いなくて本当にその人だけを見て突っ走る、何かもう 何振り構わず向かっていく姿が私とは違うなと思ったんですけど、こうひとたびこうてるちゃんの中からまもちゃんを見てみると、なんかまもちゃんが好きっていうことを柱だけがしっかりしてればすごく真っ当なことをしてるというか、それまもちゃんのために仕事もそれやめるし、で友達もいなくていいしって考えると全然こんがらがらなくて、まもちゃんが好きだからって本当にたった一つのことを大事に役をやっていました。すごい一本太い息がポンってある感じなんですね、てるちゃんがね、はい。そして深川さんと若葉さん、今回お二人の関係性、深川さんが演じられている陽子が、若葉さんが演じられている中原に対してすごく、まあ、マウントを取っているような状態って言っていいんですかね、はい、ですよね、うん、中原的に言うと、そうですね、はい、まあそうですね、あれはマウントを取られている状態だったと思うんですけれども、この関係性も絶妙だなと思ったんですが、お二人はどういう思いで演じられたんですか。そうですね、陽子は本当に劇中でも中原くんのことすごい振り回したりとか、まあ、なんていうんですかね、掴みどころがないような素振りを見せることが多いんですけど、でも小さい頃から その家庭環境だったりとか、その時から見てきたもので結構考え方とかも作られている部分があるので、なんかそういう強そうに見えて表情としているように見えて、ちょっと不器用だったり弱い部分がちゃんとその見てる方に伝わったらいいなという思いでやってました。また一方ね、中原はけなげに思ってるじゃないですか、はい、どんなことを考えて演じられてました。あの撮影中、実はあの深川さんとお会いする時間がほとんどなくて、あの2日間、本当多分合計で1時間半ぐらいしか
一緒じゃなかったりしたんですけど、すごいモールだから、いや、ほんとほんと確かに1時間半ぐらい、ほんとに、うん、で、あのめちゃめちゃインターネットを調べました、深川さんのことを。私、深川さんのことですね、めちゃめちゃ調べました、はい、それで、これでなんとかいけるだろうということでやってみたんですけど、はい、思いのほかいけました頭いっぱいにして、あんまない方が逆に良かったみたいなところはあるんですけど、思いが膨らんでいい、いや、絶対あった方が良かったと思うんですか、それは違ったんですね、うん、まあでもまあしょうがないですね、そうですね、学生の関係上ありますよね、うん、そしてあの岸井さんと深川さんは現在放送中の NHK の朝ドラ満腹でもね、この時はドラマだと姉妹で共演、姉妹の共演がありますよね、姉妹役の、はい、で今回は親友役、はい、どんな関係性なんですか、その姉妹を演じて親友も演じるっていうのは。あ、愛がなんだの方が先だったんですね、けど、はい、その時は結構なこうハードスケジュールだったので、全然こう私ずっと現場にいてあんまり話す時間なかったよね、なくて満腹で一緒になってやっと話せたねみたいな感じでしたね、うん、姉妹役の方がいっぱい話してるような感じ。そうですね、そうですね、そのご飯も一緒に食べたりとか、電通で話す時間とかもたくさんあったので、愛が何だの時は本当に話せないよね、ね、もうてか3日ぐらいしか一緒じゃなかった、結構スピード撮影で、あ、言っちゃダメだ、大丈夫だけど、じゃ あまりに会ってない人たちみたいな話いや、会ってすごいすごいですね、映画ってすごいなみたいな、会ってなくても映画になったなったねもうそれだけね、しほるちゃん、まもちゃんの関係の方がね密だったっていうのはあるかもしれないですよね、うん、本当にその、ね、岸井さんが出ずっぱりなんですよ、さっきちょっと取材とかいろいろ話してた時に台本上2ページぐらいしか出てない時間ないんじゃないかみたいな、そう、そういうそれだから、まあ、人と喋ってる時間はないという、なんか圧倒的にスタッフさんといる時間の方が多くて、私はでも元気だったね、面白かったね、楽しかったし、そんだけもうずっと出てたけど、岸井さんがやっぱ現場引っ張ってくれてたし、ずっと明るく真ん中にいたんで、その辛い役だけどそう見えなかったりみたいな温度になってるのはやっぱり岸井さんはじめ、もちろんそれはあの脚本の設定とかもありますけど、まあ、このキャストだったからっていうのはあったと思います。監督今までオリジナルの作品撮られたことが多いじゃないですか、で今回角田さんの原作ものということで、この原作を映画にする至った経緯ですとか、そしてその上で気をつけたことがあれば伺いたいんですけども、いかがですか、はい、お話しいただいた時点では読んでなくて、自分はあんまり小説を数読む方じゃなかったので、もちろん角田さんは知ってましたし、角田さんの作品の映画化ってまあどれも面白くなってるっていうのもあったん で改めてこの作品読んだ時に自分に話が来たのもすごく分かる部分と、あ、これは大変だっていうか、やっぱ原作の面白さがあって、それは自分が作ってきた恋愛映画は結構温度が低かったり、例えばキスもしなかったりみたいな距離感を描いてたんですけど、今回はそのなんていうか片思いかもしれないけど熱量の高い人たちがたくさんいる話だったので、そこはすごくチャレンジングだなと思っていました。で、結構原作ものって何本かやらせていただいた時、基本撮影前に本とかいろんな時点で原作者の方に会うことがあるんですけど、角田さんって結構お任せの方で、会ったのが初号試写っていうか、完成してそれをみんなが見たりする場所で初めてお会いして、でその時に角田さんがすごい面白がってくださって、それこそ Twitter とかに感想を書いてくださったりとか、あの取材でお会いした時にこの間聞いてすごい嬉しかったのが、書房を見てすごい面白くて、自分の家に帰ってあのこの愛が何だ読み直そうと思って探そうと思ったら部屋になくて買いに走ったって、そんな嬉しい感想あると思って、でこのシーンのこのセリフが本当に良くてすごく刺さったって言ってて、でそれ原作にありますって、それはオリジナルじゃないですみたいな、それは角田さん書いてますからみたいな、で原作読んだらあったのって言ってて、すごいなんかすごい、でもそのぐらい、本自体は2003年とか2006年とか前の本なので、それを今こうやってやれて、しかもその原作者とか一番最初にゼロから生み出した方が面白がってくれたのはすごい幸せです。嬉しい感想ですよね、成田さん、そしてあのまもちゃん、はいはい、女性から見て、うん、本当にダメな人だな、なんでこんな自分を好きって言ってくれてる人に次に好きな人ができたら紹介しちゃうんだろうとか、うん、ちょっとあまりネタバレできないんであれですけど、予告にある
ぐらいで言うと、この人なんでこんなにダメなのに憎めないんだろうっていう、本当に悔しいけどもう大好きみたいなキャラクターになってたんですけど、ご自身はどう思ってますか、マモちゃんみたいな。そうなるように頑張ったんですよね普通にやっちゃったらやっぱりこう嫌われちゃうところを、やっぱこう本当にすっごい丁寧に、なんか今までで一番丁寧にやったかもしれないです。マモちゃんマモちゃんってこうやっぱりなんかこう本当細かいです、一個一個こうこのパターンとこのパターンとこのパターンありますけどどれにしますかみたいな、とりあえずやってみてじゃあ話してっていう感じで、結構一個も間違えられないお芝居だったので、結構緻密にやってたんですね。緻密にやってきました。監督としてはあんまりこうかっこよく見せたくないみたいなところがあったんですよね。原作の設定がそういう、とりあえずこう好きになる要素があんまりないけども好きになってしまうみたいな部分もある話だったので、あの成田さんそのもちろん見た目の魅力とかその人の魅力もあるけど、ある種こうなんだろう、ちょっと残念な人みたいな人が言う言葉だったり、今の自分に満足してなくて何か憧れてるけどそこに届かない人みたいな人にしたいのはあったので、まあそこにこう自分を好いてくれてる人に甘えたりとか、その距離感はみんなで作っていった部分もありますし、はい、もちろんセリフとかね、そういったところでもあるとは思うんですが、成田さん、そのかっこよく見せないためにやったこととかってありますか？そうですね、僕としてというか、マモちゃん自体の持っている無意識な、絶対持てないであろう要素みたいなことをいっぱい詰めた感じですね。で、あの、まあ、ここだけの話、その映画を見終わった後、編集しているぐらいのタイミングで監督に、秘密にしてたことがあってつって、大した秘密じゃないですけど、ずっと言っちゃってもいいんじゃない？ずっとテルちゃんをシャドウ側に歩かせるっていう。あそう今すっごい女性陣が残念そうだな。非常に男だね。普段は絶対シャドウ側歩きますからね。絶対歩きますから。あ、それそういうマモちゃん的無意識的モテない要素みたいなところは結構なんか口開けて物食うとか。なんかその笑い方腹立つなみたいな、とかなんかちょっとイラッとするような気持ちになるようなところを要所要所で見てるとか。岸井さん、シャドウ側歩かされてたんですね。それ気づかなかったんですけどね。それが全てですよね。お互いだから全然自分たちのこと気づき合ってないんだよね、それが良かったのかもしれない、うん、なんかお互いお互いで投影できないというか、なんかこう、鈍感力というか、それで成り立ってるのかなっていう。いろんな意味で2人ともちょっとでも教えてるから、自分のところに精一杯だったりとかするんでしょうか、ね。視野が狭く、ね。でもすっごい優しくて成田くん、はいね。なんか、うん、あの初日にすごい おいしいお菓子くれたりしました。差し入れですか？はい。しかもなんかすごいおいしいやつ。それはそれは。それはすごい突然のサプライズで、ケーキとかね。そう、ケーキですよ。まあ、普通じゃないですよね。それ岸井さんだけ？みんなに だけ。あ、そうだ。さんとあのメイク。あ、メイク。そう。これはマモちゃんモテるぞと思って。やばい。マモちゃんじゃない。あ、じゃあ成田くんだと大丈夫ですね。おいしくいただきました。それでは初日にっていうのは、これからマモちゃんひどいことするからよろしくねみたいなことだったんですか、ね、結構初めの方だったのか、全然覚えてない。取材の時に言われて思い出して、そうだなって思って、あとはなんか、ホットアイマスクとか、うん、気遣いがね、なんか自分で言ったら恥ずかしいからバブとかね、あと一緒に縄跳びしたね、縄跳びとかしてて、2人でですか、縄跳び。はい、なんかハマってたみたい。なんかハマってて、未だにやってるんですよ。あ、そうなんだ。なんか縄跳び、体にいいって聞いてから、なんかバカみたいにずっとやってました。合間に。撮影現場でもやったなと、はい。いや、でもマモちゃんとは違って、成田さんは優しかったってことですね。優しかったってことですね。はい。そして、あの、若間さん。はい。あの、中原は、陽子に翻弄される役柄だったんですけれども、はい、若間さんどうですか、あの、中原に共感できるところってあったりしますか？あります。あ、どんなところが？ほとんど全部ですね。え、本当ですか？はい。でもありますよ。やっぱ普通に生きてたらあるとは思ってるんですけど、僕は。うん。やっぱ人を好きになるって、うん、なかなかね、それ相当のデメリットがあるというか、うん、それを乗り越えても好きっていうことなんで、うん、
みんな少しずつ共感できるんじゃないですかね。夜中にビール買ってこい、まあ、その言い方はしないですよね。買ってきてって言われて買いに行っちゃうのとかも。はい、全然。あ、優しい。全然ありますけど、ね、すごく共感できたようなだった。いやでも結構みんなやってると思いますよ、言わないだけで、はい、めちゃめちゃ洗い物うまいですからね俺。やってあげたいタイプ。やってあげたいわけじゃないですけど、はい、別に、はい、あの洗い物うまいって何。いや、あのやっぱテンポがいい、テンポがものすごい手際がうまいんで、はい、だからやりますよ。やっちゃうよってことですね、はい、ありがとうございます。そしてもうね、今聞いてても本当に魅力的なキャラクターがそれぞれ、揃っているなという印象だと思うんですけれども、あの恋にちょっと申しなせる子、そしてどっちつかずの守る、もう恋愛癖がねそれぞれ鮮やかに描かれている作品なんですけれども、どうでしょうか、皆さんご自身の恋愛を思い出していただいて、この人のこういうところに似てるなとか、こういうところ自分にもあるなというキャラクターは誰ですか。ご自身のじゃなくても大丈夫です。ご自身が演じられたキャラクター以外でも共感できるキャラクターって岸井さんいらっしゃいますか。ちょっと個性が強すぎて、はい、ちょっとね特化しすぎちゃってる、ね、そうなんですよね、うん、結構ガッとこうなん、あーそうなんだよなと思って考えたんですけど、ポイントでもいいですよ、ここの部分とか。いやラジオだったら放送時間成田さんからいきますか。ちょっと思いついた方から挙手制そうしましょう。手挙げれる、大丈夫です。挙げれない、ここまで気づいて挙げてないですね、手が。僕はどうだろうな、深川さんがやった役とかってなんかわかるかな、なんか相談乗ってるのに自分のこと全然見えてないみたいな。言ったみたもののみたいな、いや、うん、でもなんか誰も突っ込まないみたいな、人の恋愛相談にはこう冷静に見れるけど自分の恋愛は全然見えてない。そうそうそう、あれそれ同じことやってないみたいな、でもなんか映画の中で誰も突っ込まないみたいな、それが正義みたいになってるみたいな、そのなんか恐怖感というか、そのなんか危ないなと思って、そこは分かる、分かるような、分からないような、自分にも返ってくる感じありますよね、なんかね、ありがとうございます。という名前が出ました、戸田さん演じられた陽子以外でも構いませんが、共感できるポイントがあったキャラクター誰でしょう。陽子の後半のシーンで、あの人に言われて髪型を変えるっていうところがあるんですけど、その髪型までは変えないかもしれないですけど、例えば友達でも洋服とか例えば褒められたりとかしたら何回も来ちゃう、あります。逆もね、なんかすげえ気に入ってんのにそれどこのって永遠に聞かれない。俺結構気に入ってんだけどね。っていう、はい、結構それどこのってなんか褒め言葉で、うん、それどこのって最近結構あって、うん、ちょっとずれてきてんのかなっていう。いいと思ったやつを聞かれないって。そうそうそう、逆もそうだよね。って言われたのをずっと来てしまう、やってしまう田中さんは、はい、そこに共感できると。なるほど。あ、挙手、挙手しました。はい、はい、なるほど。テルコはどんなに落ち込んでも食事はしっかりとるんですよ。はい、私。一緒ですか。はい、一緒です。あれは、当てがきかと思ったら全然違いますね。食べるんですか、ちゃんと。落ち込んでも食べる。落ち込んでも食べる。落ち込んだ時こそチョコレートとか食べちゃうから、ブツブツできちゃう。チョコのご飯。あ、そうですね。でもね、食べれるっていう、だから食べれなくなっちゃう人いるから、ね、うん、もう落ち込むとないしっかり食事します。なるほど、そこが一緒だったということですね。はい、高野さんは、ここは中原です、やっぱり中原ですね。言ってた、ね、ここはそうですね、中原ですね。中原、特にこういうところ、こういう、まあ、恋愛癖じゃないですけど、こう尽くしがちっていうところなんですかね。いや、少しだ、なんか、なんだろうな、臆病なとこですかね、中原の。いや、でもみんなあるんじゃないですか。それぞれのね、臆病さもあるかなと思いますけどね。臆病だけど、芯太いですよね、結構。中原ですか、ね、芯太く見えたんですかね、結構、
そうですか。まあでも優しいよね、若葉くんね。うん、え、どう優しい。若葉くんが優しい。若葉くんは優しい。そう、なんか漢字とかやってくれる。いや、漢字やったんだよ。知らぬ間に俺幹事やってたんですよ。みんなでご飯食べるから。知らぬ間に幹事やらされてるっていうのも仲間だ。で、なんか幹事じゃないと思ってたんですけど、今泉さんからあの成田くんの連絡先ですっていう来て、はい、あ、俺幹事。あ、それ順番だったんだ。そう多分若葉くんが幹事だと思うから連絡先教えていいって聞いて言われた。そうそう、もうすでにみんなの中では若葉は幹事になってたから。若葉くんもそういう幹事で勝手に気づいてた。見やすいかという、はい、そういう優しさもね、よくありますね、通じるところですよね。で、監督でも本当に個性的で、でも、はい、どのキャラクターもなんか身に覚えがあるみたいなところがちょっとずつありますよね。だから原作もんなのにオリジナルのようだって言われたりっていうのはすごいありがたいことだったんですけど、まさにその男性柔道選手のともしんと言わないですけど、自分が経験したこととか全然自分もあったし、なんかすごく、あと実はバラバラって言ってるけど、まあ見る前にあれですけど、登場人物たちがすごく対局にいるような人たちがみんなめちゃくちゃ似てる部分があったり、結局この5人がすごく似てたり、それぞれのこのパートがあるとか、 あの人のあれは自分今みんなそれぞれ言ってましたけど、なんか似てるなっていうのもあったり、なんか敵対、分かりやすく対局の人を置くっていうのはすごく映画としても作りやすいかもしれないんですけど、近しい人たちの対局だったりとか、だから結局なんか嫌いになれなかったりとか、なんかそういうことがいっぱい起きてる気はしました。だからこうすごく追い込まれたりとか、すごく暗くなったりじゃなく、あのなんか、うん、それはもうちょっとどう見るか楽しみです、皆さん。5名とおっしゃったのは、あの江口のり子さんが演じられるスミレさんがね、ここに入って5名ということになりますね。はい、この後上映をぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思いますが、お時間がすみません、迫っておりますので、ここでフォトセッションの時間を設けたいと思います。はい、では、キャストの皆さん、監督、まずはですね、パネルを持っての撮影になりますので、はい、まずはパネル。石井さんをセンターにして、ぎゅっと寄っていただいてよろしいでしょうか。いい文字ですよね、愛がなんだ。これ誰が書いたんですか。これはデザインなんで、デザイナーさんなんですけど、劇中のあのタイトルは、最初の映画の中の劇中は、あの富永監督っていう先輩の富永雅紀さんにお願いして、そうなんです。監督のマイクをお預かりします。ちょっと前倒しにしていただけると手紙が出なくていいんです。はい、ちょっとポスターを近づけますね。お待ちください。せっかくですからね、両サイド入れましょう。もう片側どうでしょうか、よろしいでしょうか、入ってますでしょうか。もうちょっと入れましょう。ポスターを内側に入れていただいてもいいですか。ごめんなさい、ゲストの皆さんお待たせしております。あー、大丈夫ですよ、すみません、ありがとうございます。優しい、やっぱり優しい。はい、ではセンターから撮影します。はい、チールです。こちらです、笑顔でございます。オフィシャルカメラでございます。お願いします、笑顔でお願いします。笑顔でお願いします。笑顔でお願いします。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、では上手の方いきますね。ゲストの方から見て左の方いきます。左側です。ありがとうございます。じゃあ隣ください、ここで。ありがとうございます。はい、そのまま1列目いきます。ありがとうございます。はい、1列目の方お願いします。その後2列目もいきますので。はい、では。端の方よろしいでしょうか。はい、お願いします。とびっきりの笑顔でお願いいたします。ありがとうございます。はい、では上手2列目の方も、はい、どうぞお願いします。はい、いただいております。2列目です。2列目です。はい、では一気にこちら行きましょうか。こちら1列目、はい、右手ご覧ください。右側です。すいません、こちら一番端でお願いします。はい、じゃあ一番端でいきます。じゃあ、笑顔でいきます。はい、いきます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、こちらお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ、こちらお願いします。はい、行きます。1列目です。はい、笑顔でお願いします。はい、いきます。はい、ありがとうございます。はい、通路の方にも目線お願いします。通路の方よろしいですか。はい、こちらお願いします。これお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。
じゃあこちらお願いします。パネルもう少し下げていただいてもいいですか。こっち側もっと下げて。ちょっと岡田さん下げてください。ありがとうございます。すみません、ニッコリお願いします。ありがとうございます。じゃあこちら後ろお願いします。はい、すみさんいかがでしょうか。センター大丈夫ですか。でこちらお願いします。皆さん効果上げてにっこりお願いします。はい、もうちょっといいですね。はい、ありがとうございます。はい、では、一番後ろ、ごめんなさい、こちらですね。まずですね、行きましょう。スチールです。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ではムービーカメラにも目線をお願いいたします。一番後ろにございます。ちょっと右寄りなんでしょうかね。はい、いただきました。よろしいでしょうか。よろしいですか。大丈夫です。はい、ありがとうございます。そしてちょっともう一パターン撮らせていただきたいんですけれども、パネルをまずかけます。そして、岸井さんの肩に成田さんが肩トンといってこう肩にお顔をトンと乗せるポーズですね。していただいて、はい、深田さんの方に若葉さんの顎を乗せるというポーズをですね、取っていただきたいと思います。ちょっとこれもパネル寄せましょうか。成田さんはその見方で、はい、はい、これはもうちょっとね、恥ずかしいと思うので黙っておきましょう。ちょっと位置が、ちょっと調整しますね。まだやらなくて大丈夫ですよ。こういうポジションでよろしいでしょうか。ちょっと今気持ち作っていただいて、やっぱり皆さん、じゃあ肩に、それでは肩トンをお願いいたします。はい、今日はこちらお願いします。おっしゃるです。はい、ですね。はい、いただいております。こちらです。お願いします。お願いします。次、紙手ブロックいきましょうか。はい、紙手ブロックです。紙手ブロック取らせてください。こちらはですね、映画の劇中のね、こういうポーズが出てくるんです。ありがとうございます。はい、紙手ブロックで取らせていただいておりますが、そろそろ下に行きますね。はい、では下手お願いします。目線を下手に一度休憩していただいて、はい、じゃあすいません、こちら一番端行きます。はい、じゃあ行きます。はい、お願いします。フィンガール取っております。はい、はい、ありがとうございます。じゃあこちらお願いいたします。ありがとうございます。はい、こちら行きます。はい、お願いします。はい、お二人ちょっと、じゃあ、顔内側に向けてください。お願いします。はい、下手ブロックです。センターのブロックいきましょうか。はい、こちら取らせてください。大丈夫ですか。大丈夫です。よろしいですか。はい。これ、この辺りお願いします。この辺りお願いします。ラストです。ラストです。ありがとうございます。じゃあ、こちらお願いします。こちらですね。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、最後です。最後です。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。キャストの皆さん、本当にありがとうございました。さあ、では最後に C さん、はい、映画をご覧いただく前の皆様にメッセージをいただきたいと思います。お願いいたします。本当にこう誰かしらに、本当に個性豊かな恋愛をしている人々が何人か出てくるんですけど、もしかしたらてるちゃんは私じゃないって思う方もいらっしゃると思うけど、でもそうだとしても、こう誰かしらに自分を投影できる部分は必ずある映画だと思うので、あと本当は人に言えないけど、私本当はてるちゃんなんだよねとか、まもちゃんなんだよねとか、人に言えなくてもなんか共感できる部分、なんか身に覚えがある部分っていうのが一つ必ずあると思うので、もしこの映画見て、本当に人それぞれの感想が生まれる映画だと思うので、帰りに友達や家族が一緒に来た、まあ、隣の人とか、そうこの映画についてお話できたら、それまでがこの作品なんだなって私は今ちょっと感じているので、ぜひ感想を共有し合って、この映画ってこういう映画だよねってお話できるような映画になってると思うので、今日は本当に2時間楽しんでください。本当にどうも今日は足をお運びいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。
映画アイダランダよりキャストの皆さん、そして今井の歌い方でした。今井と大きな拍手でお見送りください。